夏は海、夏は山。ワンワンワン。ごめんな、タマ。それは来年行こうな。うん、言ってつく、分かってないだ。青い空、白い雲、光り輝く太陽。夏は海だ。違うし、おカブトムシ、バーベキュー、お弁当、もう山そのものが夏だし。はあ？言ってつくバカだから分かってないだ。もうこれはあれで決めるしかないだ。バカはマイケルの方だし。でもあれしかないね。ん？あれって？ウルトラスーパーハイパーアルティメットデラックスミラクルテラキがビッグマックじゃんけんスペシャル！はよ始めろ。わあ！怪盗ロバゲだ！ロバゲじゃないんだよ。世も末だな、今時の小学生は。何言ってるだ、会員登録しなきゃログインボーナスもらえないだ。何のだよ。ヤオキ兄ちゃん、大人になったらコツコツやってる人とやってない人で差がつくんだよ。純粋かよ。大人はじゃんけんで物事を決めねえんだよ。チャンスだ、最初はパー。全然純粋じゃねえ。なかなかやるだ。マイケルもね、あいこうでしょ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 。やっぱりマイケルもか。こうなったら次はチョキか攻めのグー。ここでパーに戻ると思えないし、ならしょ。え、お互い様だね、マイケル。何の手だよ。フランス流じゃんけんのピュイ。パーには負けるけど、チョキとグーには勝つだ。平等じゃないんかい。そこまで分かってるなら手を引かなくてもいいね。ハンディキャップはいらないだ。あーい、こうでしょ。しょ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 。もうこれじゃキリがない。ずっとアイコが続くなら、しょ。何？グーチョッパー。グーとチョキとパーのすべてを兼ね備えた殿下の宝刀。アイコなんてありえない。何にでも対応できるこれに勝てるものなんて。それはグヨーだ。もっといい名前なかった。オラの手を超早く動かして分身で作っただ。そしてそれを重ね合わせて。そうか、グチョパーはそれぞれに割り当てられる指の本数が少ないところ、グヨーは全て同時に発動するから全部全力で対応できるのか。つまり僕の負け。いやー、いい勝負だったな。ほとんど意味不だったけど。まだだ、僕にはまだ広告がある。そうか、広告を見ることで後出しができるようになるんだった。だ嘘つき。コツコツやるといいって言ったでしょ。俺も登録しといた方がいいかな。よし、見るよ。やあ、そこの君、クラスや町中のみんなに君のセンスを見せつけたいかい？見せたいだ。そんな君にエヴァソンのランダム缶バッジ。おー、エヴァソンの動画のキャラがたっぷり10種類。どれが当たるかは届いてからのお楽しみ。なんで僕たちの缶バッジが。バッグや帽子や服にだってエヴァソンのランダム缶バッジ好評発売中。なんだか俺今すぐエヴァソンのランダム缶バッジかっこ税込み300円欲しくなってきたな。すっごく気になるね。今すぐ買うな。ああ、この動画はエヴァソンエンターテインメントの提供でお送りします。さて、本当の戦いを始めようか、マイケル。後出しを解禁したのは一徹くんだけじゃないだ。オラも見たから後出しできるだ。なら手が尽きるまでだね。この手でねじ伏せるだ。本当にじゃんけんなんだよな。まずは僕から、グチョバーからチョキに。そんなんでグヨーにか。おっと、おいおいおい、チョクで狙ってくるだ。それならグーよっ、包んじゃうよ、パー。薄っぺらい守りだ。おまわりさん。じゃあ進化しないとだね。左手解禁、グーとチョキでカタツムリ。なぜに。そこを空だけにして銃弾をキャッチして跳ね返す。じゃあオラも左手使っていいだ。二丁拳銃食らうだ。それなら最強のボマス材ケブラー。おお、面白いだ。じゃあオラはグーとチョキ。またカタツムリか。違うだ。石でできたセラミックのハサミ、ケブラーだってスパッといけちゃうだ。おお、そうはさせないよ。ん、握りっぺ。
もう手はないかな。ライダー、もう戦わなくていいだ、平和に行くだ。これでもう合体技はできない。いらないさ。え、 1 1。で、一徹はなんで山行きたいんだ？自由研究だよ。あのね、あの山彦ってあの妖怪のせいなんだって。それ確かめに行くの。偉いな、小学生。じゃあマイケルはなんで海？かき氷食べたかっただ。俺の知ってる小学生だ。スマホ、三脚、マイク、ノート、お弁当と水筒。何回確認するだ、集中できないだ。僕が集中できないよ。重要なもの忘れたら自由研究できなくなっちゃうでしょ。ほら、マイケルも確認して、あの持ってきた虫除けスプレー。あー、まあゲーム、スラムダンク1巻、スラムダンク2巻、スラムダンク3巻。そんな読まないよ。タマのお弁当も持ってきただ、大丈夫だ。そんなもうどうでもいいから、もう虫除けスプレーあるかだけ教えて。そんなんなら自分で持ってくればよかった。入らなかったの。わかったさ、もうほら持ってきてるだ。マイケル、それファブリーズ。うん、ファブリーズだ。何してんの。一徹くん、虫を殺したら殺虫剤で捕まるだ。江戸時代じゃないんだよ。ああ、もう帰らなきゃいけないじゃん。もう2時間も来てるだ。もうちょっと虫ぐらい大丈夫だ。わかったよ。あの音何だ？か？やっぱ持ってくればよかったかもだ。だろうね。どうすんの？パスから出た瞬間死ぬよ。任せるだ。あらかじめ血を抜いておけば標的にされたいだ。死神の標的になるよ。帰るだ。いや、ここまで来たんだ。乗り切ってやるよ。乗車ありがとうございました。氷の際は忘れ物もないようお気をつけください。マイケル、覚悟はできた？まだだ。弾、バッグに入った？うん。あー、よし行こう。あどうマイケル、いけてる？何も殴ってる感覚ないだ。だよね。しかもこれじゃもう前に動けないし、他になんか手はない。任せるだ。お願い、どいて。諦め早い。そんなんじゃ心に響かないよ。いやー、お前マザコは。いや、そりゃ母は命を与えてくれたし、いつも感謝してるし、むしろ母を敬うのが普通じゃないのか。メンタルが健康だった。そんなに家族が大事ならこいつを返してほしけりゃ下がるだ。人質？そうだ、母はそうするだ。いい子にしてくれたから解放するだ。もっと怒らせてどうする。こっちの弁護士用意できてるからね。血を吸ったら裁判で訴えるから。仲間を刺したのはそっちだろ。殺虫剤の刑で訴えるぞ。そうだそうだ。しまった、知能あった。フライワゴマ鉄砲。あー、真剣白髪取り。あー、血を吸うなら金取るだ。あ、食い逃げ。いけ、弾食うんだ。これでも吸えるだ。どこで雇ったの。他の登山家だ、行くだ。ところでお支払いをしっかりいただけるんですよね。もちろんだ。駅前で配ってたティッシュあげるだ。あ、ちょ、ティッシュいらないだ。もう普通のやり方じゃ無理だねこれ。いい手があるだ。お？ああ、おお、かかってくるだ。すごいよマイケル。あれ、あ、近づいてるよ。持たないよ。もうどうすんの。プラン B だ。クモの巣の盾を作るだ。え？おそうか、これで蚊が近づいてきたらくっついちゃうもんね。あれ、うわぁ、下人になってくれて嬉しいだ。あ、じゃ、マイケル。少し時間稼いだだ。うんうん、タマ大丈夫だ。一徹くんの代わりにオラが飼い主になるだ。うん、とりあえず蚊が来るまで隠れるだ。ん？いや、どうせ追いつかれるだ。でも追いついた時にはハエ取りそうで反撃だ。うー
早速来たな。ちょっとハエトリソウじゃ飲み込めなそうだ。あ、バレてるな。大丈夫だ、大丈夫。一回全身刺さればもう刺すところなくなって、もう安心して山登りできるんだ。さあ、刺すだ。もう無視、あの、かゆみは無視するだ。無視だけに。マグッタだ。ちょ、あ、うん、人質殺しを根に持ってるんだ。金が欲しいな。いくらでも持ってないけど。こういうことしてるからみんなに嫌われた。俺はもう虫だ。俺仲間やわれよ。よくないだ。待つぞだ。ほら、逃がしてくれれば君たちにぴったりや。血の美味しい人を連れてくれた。今日も明日もずっとだ。だからもうおとなしく燃えるぜ。お？あ？ちょ、やめるな。あ、火からの水、きっと昨日の雨で。雨。タマ、うん、さっきの雲取ってきてくれるだ。うん、ありがとう。こっちだよ。あー、やっぱ読めてるから無理か。でもこれは避けられるだ。タマ、雲を。うん、よっ、逆さてるてる坊主。カノを退治されたり。行ってつく？ずっと中にいただ。俺を殴ったのを言ってつくんだ。何のこと？気のせいだ。そっか。とりあえずこれで山が登れるね。ああ。登れるのかな。山登り開始だってた。忘れてただ。降らしたくせに。大丈夫だ。雨を降らせた逆さてるてる坊主を元に戻せば大。この際海行くだ。マイケル、でも大丈夫だよ。持ってきたでしょ、カッパ。もちろんだ。ほら、うん、そんな気はした。タマあげるだ。うん、そう思って。はい、もう一着。ああ、嬉しいだ。はい、よっ。大丈夫だ。一徹を傘にするだ。無理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 。安心するだ。現地調達でなんとかなるだ。カバーしきれてないよ。そこは反射神経でカバーするだ。もっと濡れてる。とりあえずマイケル、こっちこっち、木の下に入って。なんでだよ。一徹くん違うだ。木の下じゃなくて木の後ろに隠れるだ。静かにしてれば雨にバレないだ。雨生きてないから。もうでっかい葉っぱでも何でもいいから、とりあえず取っていこう。もう風邪ひいちゃうよ。ふんふんふん、一徹くん甘いだ。こんなこともあろうかと防水スプレー持ってきただ。カッパ持ってきなよ。あったた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 した。あ、ごめんね、タマ。疲れてるよね、寒いよね。いいところ見つけるまで僕のバッグの中で温まっていいからね。行け、タマ。穴を掘るだ。鬼だ。これで地面に潜って雨を回避するだ。うん、頭では分かるけどさ、そのまま穴に雨水溜まるんじゃ。タマ、他の人を犠牲にするのやめて。マイケルがカッパ忘れたらマイケルが自分で解決してよ。分かっただ。クモの糸でカッパを作るだ。消えてた？クモ。仕方ないだ。とっておきのウェザークリアを。え、雨がだんだん止んできて。現実でもそう言ったらいいんだけど。これを直接雨宿りに使うしかないだ。ウィーユー。予想してた通り、これもダメだっただ。やっぱり育毛剤持ってきてよかっただ。カッパは、カッパアレルギーかなんかなの、マイケルは。オラはありきたりの方法より新しい方法を開拓する人生を歩むだ。まあ、わからなくはないけど。ほら、髪が伸びて雨をキャッチしてるだ。重力の勝ちだよ、マイケル。もう諦めなよ。嫌だ。俺は負けなんて認めたくないだ。弱いだ。そうだ、すべて燃やせばなくなるだ。逆。え、オ
空を燃やせば蒸発させられるだ。違う、そうじゃなくてさ、この先ロープが乗り場あるはずだから、とりあえずそこまで走って雨宿りしようね。そうか、オラずっと間違ってたな。そうだよ、やっと分かってくれたな。オラの問題を全て炎で解決しようとしてたのが違っただ。雨は火では消えない。そう、逆にダジャレで雨を凍らせて雪にすればいいだ。聞いてた、マイケル。僕先行くね。この雨なんか雨。へ、マイケル。見えてきた、お前から。ロープへ乗り場。痛かったな。誰もいないね。一旦ここで休憩しようか。こう乾かして。わあ、ロープウェイだ。マイケル、上の人いないし、あんま触るのはやめた方がいいよ。上の人なんてすぐやってくるだ。ほら、濡れてる階段より乾いてる椅子がいいだ。まあそうだよね。わあ、落ち着くね。落ち着くだ。はあ、はあ、あ、今日が雨に戻っていくだ。ああ、よかった。まだ、まあ、降ってるは降ってるけど。ご乗車ありがとうございます。これより三山様の山頂へと向かっていきます。上の人いただ？いなかったよ。ま、まあ、これで進めるから。いいね。やっただー。よっしゃー。マジか。待って、どうすんの。えい、ほら、涙拭くだ。何してんの。言ってつくん、人とつながるにはまず自分から踏み込むことが大事だ。だから雨生きてないって。うん、そうだね、止むまで待つ。じゃあ俺はサポート問い合わせるだ。これ以上壊さないでよ。分かったら。タマ、待ってる間に自由研究について教えようか。うん、タマ、ヤマビコって知ってる？うん、うんうん、あの山から反射してる音じゃなくて、その音を出してる妖怪。うん、だから気象予報士につなげてほしいって言ってるだ。天気コントロールしてないよ、あの人。そのヤマビコって妖怪はね、人の声とかいろんな音を真似して返せるらしいんだけど、実際はまだあやふやなんだよね、いろいろ。もう、あの、犬っぽい見た目なのか、鳥なのか、あ、猿なのか、岩なのかも、まあ、はっきりしてなくて。おぉ、面白いよね。だから僕たちは山のてっぺんで、いろいろな音とか、いろいろ叫んで、それを山彦が間違えるかどうか、カメラで撮ってみるの。ほら、あの、間違えた返し来たら、いるって証明できるでしょ。その逆さてるてる坊主を元に戻そうとしたら、もう壊れてた。さっき言っただ。何の話？てるてる坊主くらい、また作ればいいのに。うん。後で書き直すだ。一徹くん、また作るって言ったら？え、てるてる坊主を逆さにして雨降らせたんでしょ。だったら普通にまたてるてる坊主を作れば雨止むんじゃないの？雨の中でてるてる坊主作ったら雨ですぐふやけちゃう。これ使えばよくない？天才だ。なんで僕はやらなきゃいけないの。一徹くんのカッパだし、オラが来ちゃ悪いだ。いいよ別に。うん、あ、もう一匹持ってただ。カッパ忘れたの僕じゃないのに。一徹くん、雨まで全然止んでないだ。笑顔になってるだ。いる、それ。てるてる坊主の重要な部分だ。あ、分かったよ。もっと笑顔するだ。そう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 、空が明るくなってるだ。もう少しだ。ただ動き出しただ。これで進めるだ。カッパ持ってきたの僕なのに。やっはー、早い早い。ちょっと待っててね。妖怪ヤマビコが本当にいるって見せたかったら、ヤマビコが返しを間違えるところをしっかり取らなきゃ意味ないでしょ。だから
だからちょっと待っててね。そして取ったら捕まえに行くだ。無理無理無理。犬っぽいのか鳥っぽいのか猿っぽいのかすらわからないんだし、まあ変な犬でも見かけたら写真撮ろうか。はあ、変な犬。あ、タマ。うん。ヤマビコイタだ。なわけあるかい。よーし、できた。準備はいい？2人とも、うん、準備 OK だ。よし、妖怪ヤマビコ消滅するぞするぞするぞ。よし、ヤマビコ。違う違う、ヤマビコが間違えるような叫びをしなくちゃ。ほら、例えば声が小さいぞ、声が小さいぞ。ダメか、発言パクるの良くないだ。その森ズラだな。ブーツクチブーツクチブーツクチ。3.14159265353。たけのこの里好きだ。きのこの山が好き。どっちも好きなことなんてありえない。たけのこの里好きだ。きのこの山が好き。なんだって。そっか、2匹以上いるかもしれないだ。しぶといぞ山彦。こうなったらたま、この前教えたあれ言うだ。何教えてんの。ピーヨンまで真似るとは。ヤマビコすごいだ。どうやって教えたんだよ。そうか、ピーヨンができるなら名前を言ってはいけないあのお方、ミッキーマウス。ミッキーマウス。おお、著作権切れてたこと知ってるみたいだ。なんて現代的なヤマビコなんだ。あ、そうだ、なんか英語で言ってよ。え、めんどくさいだ。 The sick sick sheep sick sheep sick。 なんて。 The sick sick sheep sick sheep sick。今一瞬間があった？まあ、よくわからないだ。早口言葉いけるんじゃない？言ってみるだ。ジュゲムジュゲム五号の数字が。ありきたりな早口言葉はすでに対策されている可能性が高いだ。新しい早口言葉でいくだ。どう、右耳の2ミリ、右に耳にキビ。輸出者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 。隣の柿はよく客食う柿だ。隣の柿はよく客食う柿だ。惜しいだ、わざと間違えて引っ掛けるつもりだっただ。そうか、中麦生米の玉子。中麦生米の玉子。そっか、2匹いるかもだっただ。惜しい。え、タマも山びこしたくなったな。協力してくれて嬉しいだ。あ、忘れてた、校長先生の話を録音しておいてた。おお、校長先生の話なら開始終わる前に眠らせられるだ。山びこの証拠つかむだ。夏休みは全力で楽しんでもらいたいのですが、しっかりと規則正しくルールに沿って行動するようにて、ま、続いてる。我が学校の生徒として。ああ、SD カードが満タンになっちゃってた。あらだら、全然証拠足りないし、校長先生の話の途中で切れちゃって、もう。よし、お土産屋さん行くだ。もう結構取ったし、小さな SD カードで大丈夫だ。お釣りしっかり残すな、分かっただ。かき氷欲しいだけでしょ。バレちゃっただ。はあ、声が大きいよマイケル。これは名前がハマヤラワの段で始まるクロンがつけなくちゃいけないだけだ。何も違いなんてないだ。一徹くん、ここの店の人バカだ。まあ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 、まあ、一徹くんバカな人の味方するだ。うんうん、そうそう、バカな人がいるのは仕方ないよ。でもお客様を自由に店入れるように、店もお客さんを自由に選べる権利があるんじゃないかななんて。隠せば問題ないだ。マイケル、怒られちゃうよ。嫌なら入らなきゃいいだ。ちょっと、マイケル、マイケル、SD カードあったよ。マイケル、かき氷一つくださいだ。あいよ。何してんの？ほら、兄貴、何してんの？怒られちゃうよ。大丈夫だ、すぐ終わるだ。
あよー、かき氷一丁。あれ、お友達は？ちょっと外へ。はい、あ、SD カードと合わせて買います。はい、オッケーオッケー。じゃあ、あの天使のコード番号は1938。よし、はあ、よっしゃ、開始。サンタさんって本当は親なんだよ。サンタさんが親だって知らない子いっぱいいるだ。一徹くんひどいだ。え、一徹くんって自己中で人間が嫌いだ。そこまで言うことないじゃん。マイケルは鼻の形がコンプレックス。なんで言うだ、秘密だっただ。みんな同じ顔だよ。一徹くんの親は離婚するだ。マイケル、違うし、まだ分からないよ。もう見え見えだ。もう知らない、もう知らない。それ以上言ったらもうマイケルも好きな人一応からね。言ったら言ってつくんのポエム読み上げるだ。やだ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 。そんな黒歴史やまびこすら言いたくないだ。ひどいよ。マイケルはマイちゃんが好きだ。マイちゃんが好きだ。躊躇した、しただ。やまびこもめいちゃんが好きだ。嘘でしょ。そうだ、やまびこが言いたくないことを言わせるだ。天才だよマイケル。オラはバカだ。オラはバカだ。メンタル強いだ。さっき漏らしちゃった。晩御飯いらないだ。冷蔵庫のプレーン食べちゃった、ごめん。やばに冷蔵庫ないだろ。友達のお肉食べちゃっただ。今から面白いこと言います。やまびこここにいるだ。ポイ捨てもっと来い。このセリフ次に言ったら罰金だ。何も反応もらえなかったね。舞ちゃんのやつだけだっただ。どこが好きなの？オラの鼻を好きだって言ってくれただ。かわいいじゃん。ありがとうタマ。でももういいよ、十分これで自由研究できるから。タマ？タマ、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 どこいるだ？タマ。はあ、このままじゃただ不謹慎なこと言ってるだけだ。言うな。なんでタマのことしっかり見てなかったの？僕カメラやるから見守っててって言ったじゃん。寝ちゃったのオラのせいじゃないだ。タマが勝手に遠く行っちゃうなんて誰も考えなかったな。いやそうだけどさ、タマ町まで帰るだ。え、タマがまだ迷子なのに見捨てるの？お前いける。何熱くなってんだ。暗くて見えないし、この山怖い動物いるし、死んでるかもだ。探したって無駄だ。言わないでよ。間違ってないけどさ、もっと言い方とかあるじゃん。ほらあのライターあったでしょ、あの開演音声に使ったやつ。あれであのもっと明かり照らして探せるでしょ。雨の中で燃え尽きただ。帰るだ。やだ。タマのことを諦めない。何としても火を起こして見つけてやる。火を起こすなら先に言うだ。こんなこともあろうかと。あれで、こんなところに宿題が。もやし炊きで持ってきたの？いや、ここに偶然宿題があっただけだ。まあとにかくどうやって火をつけるか、任せるだ。見てるだけで脳が燃え始めるだ。沸騰してる。はい、あれ、はい、見てない間に温度が下がってるだ。使えないじゃん。そうだ、YouTube で見て、あのテルミット反応。ヘルメット3個バカ。アルミと酸化した鉄を混ぜ合わせてそれを温かくしたらすっごい火花が出る。使える。アルミも酸化鉄も熱するものもないだ。ちえ、大丈夫だ。虫眼鏡で光を集めればいけるだ。朝までやるつもり？それなら右手はグーで左手もグーで火打ち石。アイコだ。もろい。全然ダメじゃん。そういう言って作んなって。火を起こしたいのに全部オラ任せだ。考えてるよ。じゃあそこの枝と板とあとはここの
紐さえすり合わせれば。一徹くん原始人だ。やってみるしかないじゃん。紐かすな。あ、自分で回った方が大きい炎ビルダー。それならドリフトして火花を出す。辛いもの食べて火を吐く。痛いだけだ。ああ、もう弾が効けないのに待ってられない。え、ちょっとマイケルの弁当借りるよ。ホットドッグをホットとドッグに分解して。何やってんだろう僕。うわっ、ついた？早く酸素送って、酸素。分かっただ。消える消える。どうやって送るんだ。それもあの、あっちょ。一徹くん、くしゃみで火は強くならないだ。知ってるよ。でも風の熱で強くなるかもだ。ほら、おでこを火につけるだ。やだよ。ああ、小さくなってる。早く、なんかもっと燃やさないと。よし、石油掘ってくるだ。無理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 。じゃあ何すればいいだ。うん、わからないけど、熱い曲を流していろいろやってみよう。頑張れ頑張れ、君ならできるだ。僕の熱い視線で温まりな。小さくなってるだ。うるさいよ。恋バナするだ。照れなくていいだ。いや、どんどん照れていいだ。これ君だって消えたくないでしょ。もっと強くならなきゃ。どうしよっかな。火の恥ずかしい話をみんなにバラすだ。ビビってんのか。へー、朝だ。火起きるだ。さすがに無理でしょ。え、嘘、大きくなってる。てってれー、本当夜だっただ。はっきりすな。また小さくなってる。宿題そろそろ燃え尽きるだ。ちょっと木の枝と枯葉取ってくるだ。無理無理無理。朝の雨で全部湿ってるよ。乾いてる何か探さなきゃ。仕方ないだ。うっ、そっか、スラムダンクを呼んで心を熱く、心を燃やすぞ。よー。いや、そんな気はしたけどさ、もう読んだ勘だから大丈夫だ。そういう問題じゃなくて、まあ、とにかく火はできた。玉を探しに行こう。あっちゃー、もう星が見えてきただ。なおさら玉を見つけなきゃだね。玉ー。そろそろ帰んなきゃ親が心配するだ。君の親はそうかもね。ん？もう帰って店の人に聞くか。もうさっきから迷子だ。ええ、そうなの。だから最初に帰るって言っただ。僕野宿しないよ。え、キャンプ道具とかないし。え、あの洞窟どうだ。え、いや入らないよ。どこに。洞窟。他にどこ行くだ。いや、他になんかあるでしょ。それあの洞窟だね。他にはなかっただけだからね。そんな切れなくてもいいんだよ。切れてない。とりあえず親には一徹くん家に泊まってるって言っといたら。ああそう。一徹くん言わなくていいだ。いいよ、いつも言ってないし。じゃあ松田一徹くん。たまーたまー。ほら、やまびこだっただ。気にするだけエネルギーの無駄だ。戻るだ。まったく世話の焼ける人だ。あ、炎だけ。せっかく炎できたのに凍らせる気。寒いダジャレやめて。じゃあ熱いダジャレならいいだ。ないよそんなの。あるだ。もう超超爆笑ものの熱いダジャレあるだ。ああ、いいよ。この世に乗り換えてタマに会いたい。だから変なことしないで。あったかいものはあったかい。マイケル、火引いていたじゃん。俺、火が消えたらどうすんの。大丈夫だ。読み終わってないの惜しいけど、スラダン3巻使うだ。いいよ別に。低温やけどしたらどうすんの。低温やけど、やけどをした、つまりそこに火はあったという証拠になると思うだ。ならないよ。もうマイケルって人の心ないの。なんでこうなの、いつも。なんでそんなずっと怒ってるんだ。もうもっと明るくいくだ。タマが迷子なんだよ。僕たちも迷子なんだよ。もう自分のせいなのによく平気でいられるね。タマは勝手に迷子になったし、俺は町に帰るって言っただ。いや、そうなんだよ。そうなんだけどさ、もっとこう態度とかあるじゃん。
くんバカだ。それだよ、マイケルは冷たいんだよ、愛がないんだよ。愛？俺のこと見下してるくせによく言うだ。見下してないよマイケル。あ、マイケルじゃないだ、アイケルだ。親友の味方よりバカでアホで間抜けな天使の味方するなんて言ってつかの親友じゃないだ。味方してないって、あれは迷惑かけたくなかっただけ。俺のこと大嫌いなら最初からそう言えばよかっただ。あーじゃあいいよ、もう絶好ね。あー絶好だ、絶好絶好。喧嘩の火花で炎少し大きくなったよ。あーそうよかったな。じゃあ半分こしても別にいいだ。勝手にすればもう親友じゃないし。じゃあこっちで寝るだ。あーそう、しかもモップモフの毛布もあるだ。へえ、勝手にすれば。勝手にするだ。なんで僕だけこんな目に遭うんだよ。のおかげでよく寝れただ。ずっとそこに小屋あったの。昨日そこで寝ればよかったじゃん。あ、違う。あれってもしかして眠い。ずっとあそこに小屋あったの。うわー、うー、マイケル。一徹くんだって目のクマすごいだ。寝れなかったからね。違う、そうじゃない、下だ。これは夢だ。二度と起きないよ。どうされた。知らないよ。そうだ、しっかりと寝れば自然とクマが消えるだ。目のクマじゃないって。もう勝手にしてね、友達じゃないし。ちょっと逃げたら大声で叫ぶだ。はぁ、俺がしっかりクマから降りれるまで協力するだ。分かったよ。眠れ眠れ、もうまだちょっとしてて。よし、まだ冬ですよ、ゆっくり休んでてくださいね。はい、大丈夫だ、殺意はないだ。目が真っ赤になってないだ。ロボットじゃないよ。とにかくまあ何事もなく済んでよか、よか。ちょっと、まあまあここはどうかこれ一つで。マイケル、あさっきの小屋に逃げ込むだ。やだよ。いや、ついてこなくたっていいだ。違う、あれってただの声だと思ってたけど、都市伝説の怖すぎて動物すら近づかない小屋だよ。そんなもの信じてんだ。とにかくやばいんだって。どうするだ。大丈夫、 YouTube で見た。まずクマがパニックを起こさないようにまず大声を出さない。時間がないだ。渾身のサムギャグで凍らせるだ。やめて。クマ、これはクマッタだ。なに、これはクマズイ。こんな時に限って超受けのいい熱いダジャレを言っちゃっただ。違う。あ、もう弁当持ってる。なんか投げればいいんじゃ。あるだ。くらえ宿題。燃えてなくなってただ。食べさすな。もう熱いって。大好きなエバソンのランダム缶バッジ（税込み300円）が。これは発売中だ。宿題じゃダメなら、スラムダンク読んでハマるだ。チェクショー。マイケ、まだ雲持ってる？あるだ。よし、ハチミツゲット。よーし、投げちゃダメだ。このハチミツがどうなったっていいだ。人質？余計怒っただけじゃん。もう取ってこーい。あ、腕長。この獣が。仕方ないだ、オラたちが美味しくないって知ってもらうために味見してもらうだ。マイケ、そんな。えいっ、一徹くんの味見どうぞだ。マイケル、ちょ、待って。あれ、もしかしてさっき蜂の巣を近くに持ってたから
マイケルに蜂蜜の匂いが。ま、松田、話し合えば分かるだ。なんでオラをオーダー、なんで肉食だ、草食でも生きられるだ。もうやっぱりバカで脳みその小さい動物とは通じ合えないだ。おっと、オラを食べたらオラの友、オラの知り合いがお前の子グマを食うだ。この足の臭さでも食べたいだ。オラ多分賞味期限切れてるだ。徹底つく。置いてっちゃってよかったのか。いや、僕のことは見返りしたし、いや、でも死んだ。いや、あ、でも、いや、いや、いや、いない？まさか。もう、申し訳ございませんでした。あなたの上で寝たの僕じゃないです。僕まで作られてから数年しか経ってないクローンで、あの、僕の親も離婚しそうで、まだ人生生きられてないんですよ。ああ、伝わってない。I can't speak 動物言葉。え、あっちに かわいいクマさんが見に行った方がいいよ。マイケル？狩猟会。あそこに UFO。 待て、お手、こちょ、勘違いして悪かったよ。友達からやり直そう。ブー、警察に言うぞ。ツイッターで晒すだ。これでもくらい。あ、それは違うだ。意義あり。ああ、もうダメだ。手しか、もう知らないだ。オラの好きにやるだ。ダメじゃなかっただ。嬉しく手がなかったんだよ。なんで言ってつく、知らない他人と閉じこもんなきゃいけないだ。最初からオラだけでこうすりゃよかった。そんな嫌なら出てってよ。そうするだ。他の怖い小屋見つけてくるだ。開かないだ。え、おいおい、帰られちゃ困るって。勝手に出てくのは失礼だぜ。ようこそ俺の小屋へ。自由にくつろいできよな。あ、そこ閉めてるから座んなよ。あと、あそこの角ウサギの便所になってるから、まあ近寄らない方がいいぜ。あと、そこの天井に穴が。誰、何、おじさん幽霊だ。誰がおじさんだ。俺は一人だぜ。おじワンだ。テラワラス。
めんどくさ。それにお前らも26歳の成人男性のクローンだろ。言わなくていいよ。それより出すだ。オラ帰るだ。どんな口癖だよ。そっちが変だ。違う、帰る前に玉探さないといけないでしょ。猫か犬。アホな名前。チャーミングポイントなの。まだ玉に引っかかってるだ。もう手遅れだ。いや黙って、絶好したし。絶好したくせにまだつるんねんだなお前ら。うるさいだ。あーやっぱお前らだったんだな。山頂からいろいろ叫んでたり、あの洞窟からなんか洞窟の中で変な喧嘩とかしてたガキンチョ。わーわーピーピーダーダー、うちの山に猿はいないと思ってたぜ。はあ、やっぱ閉じ込めて正解だったぜ。なんで。改めてようこそこのテッド様の仲直りしないと出られない小屋へ。仲直りしないと出られない部屋？そうだ、俺はな、死んでからいろんな人の背後霊になって世界を回ったんだ。いろんな人間関係を見てきた。いろいろ学んだ。最後についてった人にはな、うざがられてここに置いてかれたけどね。それは納得だ。笑えるよな。うざすぎて動物すら近づかないだ。そこでこのテッド様が世界中から集めた知識でお前らの壊れた友情を谷のどん底から救い上げてみせるということで、仲直りするまで出させねえぞ。ちょっといくらなんでもそれだ。その通りだ。俺たちすでに仲直りしてるだ。時間の無駄だ。お？そうだよ。ほら、今証明するから。マイケルは、鼻がかっこいい。一徹くんは、歯並びがいい。マイケルはいつも元気。一徹くん真面目。足が速い。頭いい。これは面白いことになるぜ。仲直りしたし、恋バナとかするもんね。ほらマイケル、マイちゃん好きでしょ。そうだ。で、一徹くんは好きな人いないだ。うん。ノーマルパック100円、レアカード入り2万円。拳で語るだ。受けて立つ。ゴブリン転生最新話見たな。見た。プライスレス。スマイル0円。靴下17万、絵画20円。いや、オタクも好きですな。オタクはアニメが好きだ。わざとらしい感じするけどね。全部嘘だったな。マイケル一徹くんなんて大嫌いだ。クズだ。ちょっとほらマイケルひどいでしょ。信じられないでしょ。僕何も悪いことしてないって。しょうがねえな。このテッド様の仲直り術が必要か。困っちゃうな。絶対に力借りたくないだ。それは同感。一旦寝よう。多分眠くてイライラしてるだけだよ。そうだ、間違いないだ。謝るだ。やだ。大丈夫。じゃんけんで負けた方から謝るだ。そうしよう。じゃんけんポン。すいません、ちょうだい。ほら落ち着こう。アニメで見るでしょ。回想シーンに入れば一発で仲が治るって。そうだ、一緒に乗り越えてきた困難を思い出すだ。友情なんて叩けば治るだ。記憶をなくせば最初からやり直せるんじゃない。正直な気持ちの手紙を書き合うだ。初めて見たな、リアルな喧嘩雲。もう分かったよ。誰かが謝んなきゃ終われない。どう考えても理不尽だけど。マイケル、僕が悪かったよ。ああやって他の人を気にしすぎてマイケルの味方につかなくてごめん。好きな人を勝手にバラしたのがごめん。ひどいこと言われたからって僕がしていいわけじゃないから、自分勝手でごめんなさい。みてつくん、分かってくれて嬉しいな。からの、
らもごめんだ。よーし、仲直りできたようだな。できたな。な仲直りの知識たくさん持ってるんじゃないの？仲直りできなかったのか？よし、じゃあそこの友好条約を結んでくれ。幽霊なのにどうやって持ってきたんだ？俺のことうざく思ってない動物だっているぜ。よし、一徹くんも書くだ、うん、おお、よし、タマを探しに行くだ。また来いよ。いやー、やっぱり森の空気は気持ちいいだ。昨日聞こえたあの山彦の鳴き声も犬っぽかったし、タマ近くにいるかもしれないだ。とっておきだけど、スラムダンク4巻あげるだ。いらない。お菓子いるだ。いらない。よかった、さっき全部食べちゃってた。今度出るグッズ。いらない。さっき見つけた珍しい虫。いらない。じゃあこれあげるだ。いらないって。一徹くんのクマから逃げてた時取れちゃっただ。いいだ、あげるだ。タマ絶対に見つけるだ。タマが逃げたのオラのせいじゃないって言っただ。あ、ちょ、一徹くん。うん。わっ。友達は逃げないだ。よく言えたもんだよ。一徹くんはだんだん仲直りしたくなる。やめて。一徹くん、ごめんね。いいよ別に。オラ、今仲直りしたら今だけスラムダンク5巻もついてくるだ。いいよ。仲直りしなかったらこの雲がどうなってもいいだ。勝手にしてて。そんな水臭いだ。一徹くん、一徹くん。一徹くん、オラの親友に手を出すなよ。マイケル、二人でかかってくるだ。オラ筋肉マッチョだから食べたらオラの方が美味しいだ。二人で分けるなら胴体でつけるより体を一人にやって腕と足と頭をもう一人にやる方が公平だ。マイケル、いいって。黙ってて、ごめん、悪かったって、ごめん。一徹くんが謝る必要なんてこれっぽっちもないだ。俺がずっと自分を先にして、ずっと一緒にいて許してくれた一徹くんをほっぽいて、一徹くんの悩みを無視して、バカにして、俺が最悪だ。一徹くんは最高で最強の友達だ。俺が悪かっただ。マイケル、もう無視しないよ。もう置いていかないだ。何があっても友達だよ。ほら、いつも言い訳を先にしちゃうな。もっと一徹くんを先にしたいだ。僕ももっとマイケルの心を理解できるようにするよ。なんで勝手に解決してんじゃん。テッドおじさん、おじワンダ、ま、そうだクマ、僕の親友に手を出したら目ん玉殴るよ。俺の親友に手を出したら耳を噛みちぎるだ。なんて言うよ、俺がこいつら呼んだんだよ。俺の一徹くんを食べるために。ちげえよ。こいつらがいい関係結んでるからさ、なんかお前らの見本になるかなって。何言ってんの、話せるの。すげえだろ。
今フンをしたって言ってる。え、それじゃ玉のこと聞けるだ。よく見かけるってさ。え、よくって昨日だけじゃないだ。ここだってよ。でもこれって君たちが特別な人間たちか。いらっしゃい、やまびこの谷へようこそ。やまびこの谷へ。え、君何？コモドオオトカゲだ。嘘つけ。いやいや、コモドオオトカゲが私の名前だ。我々はヤマビコだ。え、嘘。マジで？ヤマビコ？妖怪の？言ってつくヤマビコについての自由研究してるだ。え、本当に君たちが返してただ？そうだとも。声真似うまいだろう。うまいだ。一徹くん書いて書いて、ヤマビコ本当に犬っぽい見た目だったって。うんうん、ありがとう。お前いけるって。今まず玉を探さなきゃ。うん、自由研究は後でゆっくり聞くよ。そうだっただ。コモドオオトカゲさん、僕のペットの犬が迷子なんだけど知らないかな。ちょっと首が長くて足が短いだ。変な犬だからすぐ見つかるだ。首が長くて足が短いか。もう少し詳しく教えてくれないかな。こんにちは、私が案内してあげましょう。ここの山彦なら大体誰でも知ってます。あ、それと私は何という名前だと思いますか。え、カルボナーラとか。あ、違います。ポチ。いえいえ、普通だからポチ袋、うん、ボジ、ボツ、ボチだ。ボチじゃなくて何という名前だと思いますかという名前です。あー、名前呼びましたか。誰。名前です。呼んでない、呼んでない。そうですか。なんていうか個性的な名前が多いんだね。そうですね、ドラゴン、落ち武者、ゴジラ、ケロベロス、足首。明らかに損してるのいる。え、待って、じゃあホットドッグとかいる。ああ、ノットドッグなら。いや違う違う、あのほら、あの食べ物のホットドッグみたいに。ああ、コールドドッグいますね。近いのか遠いのか。いやー、かわいい犬がたくさんいて天国だ。はい、お手。お呼びで。ああ、はい、ああです。何でしょうかご主人様。呼んだかね。ややこしすぎる。ペットのお方なんて名前ですか。あ、うん、タマって名前。ああ、猫っぽい名前。あ、でしたら我が輩に何か用かね。いや、本物の猫じゃなくて猫っぽい犬。俺のことか。2割猫。猫っぽい名前の方を多く知ってるそうで、タマっていう方をご存知ありませんか。ああ、俺は知らんが。おい、シュレディンガー、タマってやつ知らねえか。ああ、あいつなら知ってるかもな。ああ、どうもどうも。ああ、です。タマですよね。知ってますよ。え、本当。はい、ちょうどさっき話してたところで、ほらすぐそこに。お、たまたまだぜ。たまたま通りかかってたところ、奇遇だったな。違う、たまたまじゃなくて。ああ、こいつか。またまた僕なわけないよ。誰だよ名付けてんの。俺はやってない。違う、そうじゃ。ああ、もう探すだけで夏休み終わっちゃうよ。マイケル先に帰ってて。帰らないで、ずっと一緒だ。あ、一徹くん。あれってタマだ。いや、うそ。あの短くてサラサラな毛並み、熟したての栗のような色、そして怯えながらもときめく目、うちのタマだ。やったな。おい、タマ迎えに来ただ。帰ろう。待ちたまえ、うん、お前たち悪いが、あと一歩でも踏み進めることを私は許さない。この私、案件の言葉を聞くまでな。君たちは見たところ小学生の格好をした大人だな。言うな。ならば学校のプリントや重要な紙、落書きをしまっておくクリアファイルが必要だろう。そんな君たちにはこれ、エヴァソンのクリアファイル。マイケル1個持ってなかった。持ってるだ。なんと全部で3種類。
一徹マイケルとタマの山彦探しの夏休みを描いたクリアファイル。この夏休みの旅のいい思い出になるな。刑務所に入れられたボブと彼を取り巻くクローンたちを描いたあるか知らず刑務所のクリアファイル。動画に出てきたキャラを全部見つけられるかな。そして永遠に留年し続ける田中と常に飛び級になる中田の田中田クリアファイル。田中か中田という名前の人は見逃せないぞ。それぞれ元の動画を再現したりネタを詰めてあったり、税込み800円で発売中。君はどれにするかな。ほらこれも持ってて大好きだけど、刑務所のやつもかっこいいだ。僕も田中田のやつ欲しいな。二人ともナイスチョイスだ。私の話を聞いてくれてありがとう。それでは前に進みたまえ。たまーたまー、えたまー、心配しただ。やまびこ叫んでた時にこっちに呼ばれただ。仲間いるなんて知らなかっただ。でも待って、たまって犬じゃなくてやまびこだったの？妖怪だったの？喋れるの？いや、ただちょっと首の長い犬だ。なんだ。じゃあ帰ろっか、タマ。うん。あれ、さっきこんな山彦さんたちに囲まれてただ。いや。帰りを歓迎してくれるだ。歓迎？頭がお花畑のこと。舞ちゃん、何をするおつもりで。舞ちゃん、マイケルの好きな子と同じ名前じゃん。照れるだ。帰るつもりか。なら帰らせてやるよ、土に。舞ちゃん、人間の肉を食うのお久しぶりだが、ちょうど腹を空かせてたところだ。やめろ舞ちゃん、どこまでもクズなんだ舞ちゃん。ほらこの舞ちゃん好きじゃないだ。観念するな。危険体 008? すでに君は囲まれてる。ブブブブブブブ、逃げるなんてやめるわ。人間ドック。おい待て、どこまで人間が嫌いなんだ君たちは。いたぞ今人間いた。これ以上近づいたら爆発物を投げるわ。やめろそれだけは。どうも爆発物です。やめてください、こんな仲間割れなんて見たくないです。分かってくれ。君はパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポム・セイノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デ・ラ・サンシリマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソじゃないか。長っ。外の人間に我々のことが知られればどうなるかは明白なんだ。いや、しかしこれしか手がないんだ。待ってくださいよ、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポム・セイノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアノ・デ・ラ・サンシリマ・トリニダード・ルイス・イ・ポチまで裏切るんですか。省略しなよ。裏切り者は君だよ、人間の味方をするなんて。なんてことを言うんですか、パブロ・ディエゴ・ホセ。もういいもういいもういい、ちょっと待って、僕たちが誰にも言わなきゃいいんでしょ、それでいいじゃん。人間ごときに山彦の運命を預けろと。タマはちょっと変なだけでただの犬だ。別に山彦じゃないし、今日のこと忘れれば大丈夫だ。山彦じゃない、もうやめてくれ。僕のせいでこの家族を崩壊させたくない。タマ、山彦だっただ。まあ人間の口をしてる時点でね、よく考えればそうだっただ。この二人が後悔しないことは僕が保証しよう。ずっとずっと近くから見守ることを誓うよ。まあそれなら。さすがに殺すのは行き過ぎかもしれなかったな。そうだわ。でもタマ、本当はここで暮らしたいんじゃないだ。もともと逃げ出したのも仲間の山彦の声を聞いたからじゃないだ。もちろん仲間だけど、いいんだ、一徹もマイケルもやっぱり僕の家族なんだ。タマ、なんか呼び捨てされるのは変な気分だけど、ありがとう。何解決した気分になってんだ。そんな薄っぺらい約束に頼れて。舞ちゃん、忘れたのかお前ら、ここに隠れてる理由を。ここまで生き延びられたのも何世代も何世代も隠し通してきたからなんだ。それを一夜でひっくり返すのか。は、
死にたいなら勝手にしろ。でも俺を巻き込むんじゃねえ。そこまでにしな、舞ちゃん。ああ、可能性だけで殺すな。コモドオオトカゲさん。我々も逃げ続けてるだけで臆病になったのかもしれない。約束をもし破ったら、その時こそ世界の果てまで追ってやろうじゃないか。なあ、舞ちゃん。どうなっても知らねえぞ。おい、タマ、リーダーを呼ぶのが遅れて悪かったな。君はいつだって家族だ。忘れるなよ。借金、君というやつは、ずっと僕のそばにいて、最後まで離れないで。ありがとう、借金。そして、国家機密、君のことを知れてよかった。人手なし、君のしたことは忘れないよ。ゲロ、腹の底から応援してくれてありがとう。アレクサ、エヴァソンのクリアファイルをカートに入れて。OK、Google。エヴァソンエンターテインメントにチャンネル登録して。Hey、Siri。なんでもない。すみません。よくわかりません。そして、晩ご飯、長生きするんだぞ。そうだ。腹いっぱい食べろよ。怪我すんなよ。大きく育てよ。期待してるぞ。待ってるからな。味見させろ。お前ら、みんな、たった数日だったけど、一生に残る思い出だったよ。タマ。大好きだ、タマ。それでは、私が下山ルートを案内しましょう。やっと帰れるよ。いい思い出ができたな。タマも無事でよかった。喋れるのは少し変な感じだけど。ああ、よかったらまた普通の犬として泣いてもいいけど。どうしよう。とにかく結果オーライ。山彦についての自由研究ができただけよかったな。秘密じゃなかったっけ。夏休みの宿題。人類の敵とも言えよう、休息と安静を脅かす悪の七連。おととし、僕は最終日までやるのを忘れ、去年、しっかりやったものの、日記を書くのを忘れた。しかし、今年の僕は違う。宿題も日記も毎日コツコツやった。そして打ち勝った。あと残るは自由研究のみ。タマ、今年は食べさせないから安心してね。毎年毎年僕を叱ってきた先生を見返してやる。先生が見たことない、想像もしない、驚きすぎてメガネが弾け飛ぶような自由研究持ってきますからね。そうして僕は山のてっぺんから叫ぶと声が返ってくる現象、それを起こしている妖怪ヤマビコの存在を証明するためにマイケルと山へ出かけた。そして我々が妖怪ヤマビコだ。よっしゃー、僕はやったんだ。完璧な自由研究だった。僕は夏休みに完全勝利したんだ。でも他の人にバラしちゃダメだぞ。バラしたら喉元噛みちぎるぞ。ところで僕もヤマビコなんだよね。はあ、どうするの。僕らが普通の犬じゃないってバレたら困るからね。ごめん。あ、じゃなくて、わお。一瞬でバレるよ。まあ、仕方ないか。代わりの自由研究のネタ考えなきゃね。宿題は燃やしたらどんな炎色反応が起こるかについて。すぐ燃やす。もう6年生なんだからそろそろ燃やす以外のことも。冷やす研究？そうじゃなくてね、水につける。仮にも自由研究だからね、何でもいいなら1日でもできるって。頑張ろう。そうだ、自由だったな。やらなくていいだ。違う、今から海行くだ。帰ってこい。マイケル、自由研究は夢が詰まってるんだよ。マイケルの気になるもの、知りたいもの、何でも調べられる。もういつもはつまらない宿題を何でも自分の好きなようにやれちゃうんだよ。ワクワクしない？そうか、そうだっただ。宿題の調理法を調べるだ。だから
わかっただ、うん、先生のいいところを研究してそれを書いて作文を渡せばいいだ。あの先生にこびるのって通用するかな。そうだっただ。先生の黒歴史を研究するだ。それはそれで。一日でできる自由研究ってどんなんなんだろう。一日断食してみた。変わらないよ。コシヒカリを食べたら腰は光るのか。寒いだ。先生と生徒どっちが早く宿題を終わらせられるか。やらすな。数学の未解決問題の解き方一問だけでいい。解けないだ。キメラを作るだ。お待て、やっぱ一日でやるのむずいな。それじゃあすでにやったことを自由研究の題材にできるんじゃないかな。タマ天才だ。去年の自由研究を使い回すだ。そういうことじゃないと思うよ。ほらスラムダンク読んでたじゃん。それの感想とか。2巻まで読んで燃やしただ。そうだった。とても熱い漫画だったでいいだ。じゃあさ、夏休みたくさん遊んだじゃん。それなら何を一番楽しんだのか、それかどうすれば一番有意義に過ごせたのかっていうのを記録として残したらいいんじゃない。名付けて自由研究。やっぱりね、休みをどうすれば一番楽しめるのかっていう研究すごくためになると思う。めんどくさ。早いな。それじゃ結局勉強しちゃってるだ。まあそうだけど。結構いいと思うんだけどね。でしょ。大丈夫、思いついただ。一徹くんちにカッターあるだ。待って、何怖いよマイケル。そんな危ないことじゃないだ。クマにやられたように見せかけて提出するどころじゃなくするだ。想像の10倍危なかった。あ、でもクマ、森のおじさんがさ、クマたちの言語を理解できてたじゃん。じゃ僕たちにも理解できんじゃない。お、熊語の研究とかインパクトあると思うよ。すっごくめんどくさそうだ。そんなもんだったら適当に。先生、オラたち新しい言語作っただ。ほら、一徹くん。ベプルブ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 ル。よくやったな、マイケル。100点だ。みたいなんじゃダメだ。でも先生のことならきっと。おう、そうか。じゃあ、今マイケルが一徹になんて言ったか、別々に紙に書いて渡してくれ。ってなるんだよね。ああ、もうめんどくさいだ。本当に山彦についてできないだ。マイケル、山彦の正体バラして追ってくるって言ってたじゃん。それにタマが僕たちのこと見ておくって。別に山彦の正体バラすって言ってないだ。山彦がいるとも証明しないし、いないとも言い切らない。もうなんとなく曖昧にするだ。それでもタマがアウトって言うと思うよ。なんか言った。なんでもないよ。じゃあ一徹くんがタマを散歩に連れてって、その間にオラがちょって。やらないよ。せっかく頑張ったのにパーになるのは僕も悔しいよ。でもちょっとだけ頑張ろうよ。分かっただ。あ、秘密をバラしちゃったことがバレないようにする研究。やらないって。そうだ、こういうのはどう。よくさ、友達とかがさ、いつ何時何分何秒地球が何回回った時って言ってくるじゃん。あ、俺はよく聞いてるだ。そっち側かい。とにかくいつでもパッとその時間を確認できるなんか装置みたいなのあったら面白いんじゃない。ほら、カレンダーとか見返してもすぐ分かるような。実用性あるだ。じゃあ夏休みを延ばす方法の研究できるだ。見方を考えればいけると思う。じゃあ今すぐ延ばすだ。そうすればずっと宿題しなくていいだ。あー、延ばすとしても1日だけね。え、ほら、幻の8月32日、法的に見れば可能かもしれないんだよ。法的？ほら、ウルー年ってあるじゃん。それを使って、その年に増やす1日を2月から…一徹くん、普通にめんどくさくないだ？ん？でも、そん…いいよ、マイケル。別に、先生の黒歴史とか、1日断食とかも調べて。別にそれ悪いと思わないけど、僕はもうちょい面白い研究がしたいんだよね。だから別に無理して一緒にやらなくてもいいよ。あ、そうするだ。分かった。じゃあまた明日ね。研究楽しみにしてる。遅れてごめんね。マイケルは？うん、帰ったよ。それよりさ、こういうのはどう？普通のてるてる坊主と逆さてるてる坊主を大量に作って、それで天気をバグらせてアルマゲドンを起こせるかの研究。怖い怖い。もう少し安全にできるものを調べたらいいんじゃないかな。そっか、そうだよね。それじゃあパンダさんは一体誰なのか。この時期にできるかな、それ。そうだね。それじゃあ人が行けたら行くっていう時に本当に行く確率、多分人生今後役に立つと思うんだよね。ゼロだよ。たまにマイケルとか他の人ん家行くと違う匂いするけど、あれについて知りたいな。どこで役に立つんだ。そうだ、
僕浜やらわについてあんまり知らないし調べようかな。誰だろう。マイケル。やっぱりマジで欲しいだ。今から寝ないでずっと研究するよ。つまんないかもしんないけどいいの？一徹くんはつまんなそうじゃなかっただ。よしやろう。研究したいネタがあるだ。よーし。先生。なんだ？自由研究を発表しに来ただ。いや、授業始まるし提出する。俺たちが調べたことは夏休みの宿題を廃止する理由だ。まず夏休みは大人になる前の僕たちだけに与えられた限られた自由な時間。今だからこそ体験できるものや自由だからこそ好きに追求することができる時です。もともと夏休みは農家の親の手伝いをするために子供たちが解放されるものだ。だからその夏休みの宿題の手伝いとか質問を聞くことでその親の仕事を増やしちゃってるだ。今のまま何かを勉強したい人は自分から進んで勉強します。学校の宿題があるとそっちに時間とエネルギーが取られてしまいます。海外の学校では高校生の時から自分の好きな教科を勉強することができるんだ。 だが日本では大学から一発で決めなきゃいけないことが多いだ。なので夏休みの宿題は廃止するべきだと僕たちは思います。うん、以上か。はい、です。そうか。まず宿題は提出しろ。確かに自分から進んで勉強する子もいる。でもしない子もいる。そんな子のために秋に戻ってきて1ヶ月を予習に費やすほどうちには時間はない。でもよく研究したな、花丸だ。ありがとうございます。よっしゃ、始めるぞ。席に座れ。後ろから宿題回してけよ。忘れたやつはすでに人生で遅れてるからな。大人になって後悔すんなよ。あいつら全部昨日やったな。俺なんかね、超いい温泉行ってきたからね、誰よりもくつろいだわ、夏休み。僕は母さんがタリウシストズ7買ってくれたし。まだ出てないだ、あのゲーム。母さんがゲーム作ってんだもん。そもそも母さん、市長じゃないだ。一徹はどこ行ったんだよ。あ、僕は山に。何しに？ほらとユーマ探しに行ってただ。マイケル、ちょ、それは。何、マジで見つけちゃったっけ？いや本当に知りたいだ。どうせ嘘なんでしょ。ソータに言われたくないだ。マイケル、一徹くん大丈夫だ。どうせコロポックル見たなんて誰も信じないだ。あ、そうだよね。いや、マジ妖怪探して大変だったよ。超嘘つけ。そういったら見つけたら他の妖怪にも合わせててくれただ。ヌラリヒョンとかコダマとか。いや、まさかうちのペットまでも妖怪だったとか驚いたよ。それ言ってよかったな。あ、そんなところにマイちゃんが告ってくるな。いや、こいつ人間だろ。何言ってんだお前。名前が人間ドッグだからって差別するのか。なあ人間ドッグ。傷つくわ。ほら人間ドッグが傷ついた。いや、語尾にワンってつけないよ。誰も二足歩行だし服着てるし。お前個性を否定するのか。個性の次元じゃねえよ。出る杭は打たれるってか。あ、ワン決定的だろ。そう言ってお前、お前が人間なんじゃねえのか。そうだそうだ、追放しろ。バカ言うな。待つんだワン。人間たちは差別をして自分を肯定する癖があるわ。それで社会が崩壊してるわ。我々山彦も同じようになるわ。ちょっとした違う意見がなんだわ。愛を持って接し合うのが我々やまびこだわ。そうか、俺らが間違っていたよ。ごめんな。お前ら
俺も悪かったよ。ごめんな。大好きだぞお前ら。暇だ。うっさいわね。早く捨てろって言ったのに。タマー、マイケルに彼女ができた。嘘、マジ。